はい、皆さんこんにちは、酒井です。先ほど YouTube を見ていたらですね、 Adobe の CM でこんな感じのカウントダウンタイマーを作るみたいなね、CM が流れてまして、あ、これだったらちょっとフュージョンで作れるんじゃないかなと思いまして、早速ですね、フュージョンでこんな感じのカウントダウンタイマーを作ってみました。今回はですね、そのチュートリアル動画ということでですね、作り方を一つ一つ説明していきたいと思います。あ、9秒余った。何喋ろう。まあ、とりあえず行ってみましょう。それではレッツゴー。今回はですね、プロジェクトに関しては再生フレームレート 29.97 で作っていきたいと思います。まずタイムラインを作成しまして、エフェクトライブラリからエフェクトフュージョンコンポジションをタイムラインにドラッグ&ドロップしていきます。はい、そしたらですね、フュージョンページに移動していただいて、ここから実際に作っていきます。まずはカウントダウンをするテキストを作りましょう。はい、こちらですね、こちらテキストボックスの、ちょっと外れたところで右クリックをしまして、テキストタイマーを選択します。そうすると、勝手にタイマーのこのね、テキストが表示されるようになっています。で、ここからモディファイヤーで、こちらをタイマーにしますね。で、今回は、秒数だけ表示したいと思うので、このアワーとミンは、消してしまいます。min の方も0にしてしまいます。はい、こちらでですね、秒のところを右クリックしてエクスプレッションを追加いたします。はい、まずここで、大事になってくるのはこのクリップの長さですね。この長さを取得して、今の時間がそのクリップのお尻の部分からどれぐらい前なのかっていうのを取得する必要があります。コンプドットレンダーエンド引くコンプドットレンダースタートというのでですね、こちらでクリップの長さを取得することができます。現在時間というのはタイムというもので取得することができます。こうするとですね、このようにこうすることで、このフレームと同じ数字がですね、このテキストの中に反映されているのがわかるかと思います。ただこれ注意しなければいけないのはですね、これタイマーのこの秒数を使っているので、これ60以上は、反映されないようになっています。なので、このタイマー自体は一応60秒未満のカウントダウンタイマーという扱いにしていただきたいと思います。で、ここから実際にこのクリップの一番後ろの部分からどれだけ何秒前なのかというのを取得していくことになるんですが、これはですね、コンプコンポジションのレンダーエンドからタイムを引くことで、このようにですね、実際のこのお尻の位置が0からどん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 戻っていって、カウントダウンすることができるようになっています。ただこれですとフレームのカウントダウンになってますので、これを秒数に戻さなければいけません。ここで使うのはですね、このタイムラインのフレームレートで割ってあげるということですね。はい、このように秒数のカウントダウンができました。この秒数というのは整数になっていて、小数点は反映されないようになっているんですね。なので30で割ると、その割り切れない値というのはあまりは切り捨てか、切り上げされます。このカウントダウンというのは、30で割っているんですけど、どうも四捨五入をされているようで、149フレームが最後なんですが、こう134フレでこう1になったり0になったりと、要は15フレーム分ぐらいで四捨五入されてる感じがしますね。なので、こちらのコンポジション、こちらマイナス15をしてあげて、ちょうど1秒前ですね、クリップが終わる1秒前でちょうど0になるようなカウントダウンタイマーにしました。こちらですね、このままメディアアウト
に接続してエディットページに戻ると4.3.2.1.0 となるようなフュージョンクリップになっていることがわかります。はい、ここで中心の数字ができましたので、ここに円を入れていきたいと思います。スペースシフトをしてエリプスを選択します。サイズを調整します。幅に 0.2、高さに 0.2 で、ここからまずは背景を作りましょうか。背景を作ります。はい、0.2 の大きさの、エリプスを作ってバックグラウンドに連結します。でバックグラウンドに連結したものがこちらになりますね。でここで色をちょっと調整します。 0.3 ぐらいの灰色ぐらいにしておきましょうか。はい、これ灰色ができました。でこれをテキストに接続してコントロール T を押して、このマージのねバックグラウンドとフォアグラウンドを変えてテキストが上に来るようにします。あ、これですね、右クリックしてアレンジツールから To Grid を選択しておくとこのように、ノードが綺麗に並ぶようになります。はい、ではこのエリプスを、名前を背景としておきます。ではこのエリプスをコピーしまして、今度は、毎秒ぐるぐる減っていくようなエリプスを作りたいと思います。こちらもやはりバックグラウンドに接続して、これをですね、背景の上に来るようにマージツールを作っておきます。そして、こちらのマージツールにのバックグラウンドに接続します。はい、こちらですね、色はとりあえず白にしておきましょうか。毎秒のエリプスの、コントロールから、ここのねソリッドのチェックボタンを外してあげて、太さですね、線の太さを設定しておきます。 0.02 ぐらいですかね。でここのレングスというものをこういじるとこうなんか使えそうな動きをすることがわかります。こちら、先が丸まっていますので、こちらのカップスタイルをこれこのねカクッとなっているものを選ぶことで、このカップのスタイルを変更できます。今回はこちらを選びます。はい、ただこれだと、横から減っていく形になってしまうので、これを90度へ、回転させて上から減っていくようにします。はい、0から1の範囲でカウントダウンさせればこう減っていくことになりますね。ではこちらのレングスにエクスプレッションを追加していきます。はい、それではですね、先ほどと同じようにコンポジションのレンダーのエンドからタイムを引いたものにすると、こちらがですね、フレームになりますね。フレーム、残りフレームが、こちらのレングスに設定されるようになります。で、こちらなんですけれども毎秒減ってほしいので、こちらの数字をカッコでくくってあげて30で割ってしまうことで、先ほどの、タイムと同じような、カウントダウンでレングスが減っていくようになります。ただしこのレングスを1から0の間で動かしたいんですね。のでこの時に使うものというのはですね、こちら%1というものを使います。こちらもカッコでくくって%1というものをやりますね。この%って何かというと、この割った数の余りになります。要は1で割ったことでこのね 4.9 の点9の部分だけを取り出すことができるんですね。のでこれをやっていただくと、1.0 からどん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 こう減っていくという形になります。
これで毎秒動くカウントダウンタイマーというものが作れました。はい。で、問題なんですが、これ0になってからもなんかぐるっと回ってしまっています。0の時はあまり動かしたくないですよね。もうカウントダウン終わってしまっているので、のでここにケース分を使って、0の時はこのぐるっと減っていくのが動かないようにしたいと思います。ここで使うのが IIF という関数になります。まあ if 分っていうやつですね。comp.renderEnd=time、こちらが30フレームより大きい場合ですね。30フレームより大きい場合は通常通り減らしていきますが、30フレームよりちっちゃくなった場合は、1にしてしまいましょうという if 文になります。そうすることで、1から減っていって0になったらね、もうずっと真っ白になって、こうポンと0になった瞬間からこう全て円が描画されるようなエクスプレッションになりました。はい、こちらで毎秒減っていくタイマーは完成です。では今度はこれをコピーしまして、トータルの減っていくカウントダウンタイマーというのを作りたいと思います。はい、こちらのエリプスの名前をトータルと変えておきます。はい、こちらですね、ちょっと大きくしたいですね。ボーダーを少し大きくしましょうか。3ぐらいですかね。で、色をちょっと分かりやすいように赤色にしておきましょう。このね、今先ほどやったようにこう毎秒回ってしまっていくのと同じような動きになっていくので、これがトータルでこうだんだん減っていくようにしたいと思います。はい、まずここ一回全部消しちゃいますね。で、まずトータルで減っていく方法なんですけど、コンポジションの、レンダーエンド引くタイム、これで、現在の時間、残り時間が得られます。割ることのコンプのレンダーエンド引くコンプのレンダースタートを入れることで、コンポジションの長さからどれだけの割合進んでいるのかというものが得ることができます。こうすると、はい、ご覧のように徐々に減っていくような、トータルで減っていくタイマーですね、こちらが完成します。ただこれもご覧のように0の段階でまだ残ってしまっているんですね。のでこちらの値からそれぞれ30フレーム引いてあげます。分母と分子それぞれ30フレーム引いてあげますね。そうすると、この0になった瞬間になくなるというエクスプレッションになります。ただこれだとマイナスができてしまうんですね。マイナスでこう変な動きをしてしまうので、これが、マイナスになった時には常に0でいてほしいと。先ほどと同じようにこの頭に if 文を使ってあげますと、 IIF のカッコ comp.renderEnd-time が30フレームより大きかったらこの処理をします。エンドで一番後ろに移動、カーソル移動して、そうでなければ0にしますというようなエクスプレッションにします。そうすると残りの30フレームからはずっと0になるというエクスプレッションになります。はい、これですと、ちょっとこれ順番を変えたいですね。こちらのマージツールで順番を変えたいです。このように
残り時間と毎秒ぐるぐる回るようなタイマーができました。はい、こちらこのタイマー残り時間ですね、トータルの残り時間の色でですね、最初はまあちょっと安全な色で、だん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 こう危機感をアピールする赤色に変えていきたいと、色も変えていきたいという場合ですね、こちらは色情報というのはこのバックグラウンドのノードで制御してますので、こちらのカラーのレッド、グリーン、ブルー、アルファにそれぞれエクスプレッションを入れることにします。はい、こちら使うエクスプレッションは先ほど作ったものと同じですね。1からだんだん0になるようなエクスプレッションをそのまま流用したいと思います。このレングスのエクスプレッションをコントロール A で選択して、コントロール C でコピーをして、これをですねバックグラウンドノードの、そうですね、グリーンとブルーに割り当てましょうか。こうするとグリーンだけどん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 減っていくようなエクスプレッションになります。そうすると黄色からだん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 オレンジになって赤に行くようなエクスプレッションになりますね。でブルーの方にも割り当てましょう。はい、こうすると、白からだん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 赤くなっていくようなエクスプレッションになります。で先ほどこう全部なくなったらゼロになしていたんですが、ここはやはり1にしましょう。そうすると、全部なくなって、まあ、バンと終了となりますね。はい、で文字のサイズも少し小さいので、大きくしておきます。 0.2 ぐらいですかね。はい、いい感じになってきたと思います。では最後に、波紋のような、秒数に合わせて円が広がって消えるようなエフェクトも追加していきたいと思います。はい、こちら毎秒の方ですね、こちらからコピーをして一番後ろのノードですね、こちらにつなげていきたいと思います。これを波紋と名前変えておきましょう。はい、こちらのレングスのエクスプレッションは削除して、右クリックリムーブエクスプレッション、レングスも1に固定してしまって大丈夫です。で波紋の、濃度を分かりやすいように、左側に入れておきましょう。センターを 0.5 に戻して、これが毎秒ですね広がっていくような、エクスプレッションをまず作りたいと思います。こちらの、幅と高さですね、こちらの方にそれぞれエクスプレッションを打っていきますが、こう初期値が 0.2 であることを覚えておいてください。はい、まず同じように、コンポジションのレンダーエンドからタイムを引いて、30で割る、さらにこれを1で余りを取る、これを、幅と高さそれぞれに入れます。括弧もちゃんと忘れずに入れていきます。はい、これでですね、毎秒大きさが変わるようになっていきます。ただこれご覧の通り大きいとこからちっちゃいとこに行ってしまうので動きを逆にしたいですね。なのでこれを 1.0 から引くことにします。幅と高さそれぞれですね。はい、そうすることで今度逆の動きになりますね。はい、で始まりが先ほど言った 0.2 から始まってほしいんですね。のでこれをプラス 0.2 をすることで初期値を 0.2 にすることができます。はい、まずこのサイズから広がっていく、でまたこのサイズから広がっていく。はい、ただこれちょっと広がりすぎてしまっているので制限を入れたいと思います。これが今1から0まで動くようになっているので、これを4分の1ぐらいの大きさに変えたいですね。 0.25 から0の範囲で動くようになりますので 0.2 と足されて、0.45 から 0.2 の大きさになることがわかります。はい、こんな感じで大きさが制限できました。
はい、さらにですね、これだん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 線を細くしていくっていうエフェクトも入れたいと思います。こちらですね、ボーダーの方ですね、ボーダーの方にもエクスプレッションを打っていきます。はい、同じようにコピペでいいですかね。これだと太さが 0.25 からどん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 太くなってしまうので、逆にしたいと思います。先ほどの1引くをなくすんですね。そうすると太いとこからだん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 数字が小さくなっていくことがわかります。ただしこれだとちょっと太すぎるので ÷4 をもっと大きい数字にしたいですね。はい、マイナス ÷50 ぐらいにしてみました。でプラス 0.2 もちょっと大きすぎるので 0.02 ぐらいにしたいと思います。はい、こんな感じで、どん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 細くなっていくような波紋の映像ができました。こちらをマージノード乗っけるとこんな感じですね。これでもまだちょっと太いですね。ちょっと太いのでもうちょっと太細くしたいです。始まりが 0.、 始まりは0ぐらいかな、始まりは0でいいのかな、始まりを0にして、始まりじゃないですね、最後ですね、この波紋が消える時の細さを0にします。はい、あ、いい感じですね。はい、これで見てみるとこのように波紋が広がりながら、波紋のように広がりながらカウントダウンしていくようになりました。ただこれまた0になって広がってしまっているというのがありますね。のでこれも先ほどと同じようにこの波紋の方ですね、このエクスプレッションにも if 文を作っていきます。Time が30だったらこの処理をする、そうではなかったら0にする。こちらもですね、 IIF の pump.renderEnd が引く Time が30以上だったら処理をして、そうじゃなければ、0にしよう。こちら幅と高さは同じなのでコピペします。そうすると、0になったらもう何も波紋が起きなくなってますね。でこの波紋の、この色ですね、色も不透明度が 1.0 のまま消えていきますが、これもだんだん薄くしてみましょう。バックグラウンドのアルファにエクスプレッションを入れます。そして、まあ、これもコピペでいいと思います。30以上だったら1からだん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 、小さくしていく、だんだん1になってくるんちゃうか、ので 1.0 を引いたやつですね。で初期値もなし、割り算もなし。はい、あ、そうだ、ダヴィンチってこれあれなんですよね、アルファがこうレッド、グリーン、ブルーが全部 1.0 だと効かないっていう問題があるんですよね。なのでこのアルファのエクスプレッションを全部グリーン、ブルーにもコピーペをしてあげます。はい、こうすることでだんだん薄くなる波紋のようなエフェクトを作ることができました。ちょっとこれ始まりが全部真っ白っていうのはあんまり良くないですね。のでこのトータルですね、トータルの背景が最初白になってしまっているので、やはりこのグリーンをですね、エクスプレッションを切ってしまって、この紫スタートですかね、この紫の状態からスタートをしたいと思います。であれか、でこうですね。でこのトータルの太さも、大きさをちょっと上げておきましょうか。このように
はい、こんな感じですね。いい感じになったと思います。で、ゼロになったらもう何も起きない。はい、こちらですね。で、これコンポジションの長さによって、ちゃんと変わるようになってますので、例えばこれをめちゃくちゃ15秒ぐらいにしてもですね、ちゃんと15から始まって、0になるようなフュージョンクリップになっていると思います。はい、こちらですね、エディットページでこうズームをの幅を変えて移動して、まあ、画面の隅等にね置いていただければこんな感じでですね、ちょっと重いんですけれども、カウントダウンタイマーっていうのを画面に入れることができるので、よろしかったら皆さん作ってみてください。もちろん作ったデータというのもこの概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、そちらからダウンロードしていただいてですね、この C ドライブのプログラムファイルズの中の、概要欄にインストール先書いておきますが、そこに入れておけばツールボックスのこのジェネレーターの中ですね、ここからですね、こうドラッグ&ドロップをして、すぐ使用できるようになっておりますので、そういう使い方もありでございます。はい、以上がこのフュージョンコンポジションを使ったカウントダウンタイマーの作り方になります。どうもご視聴ありがとうございました。